はい、どうも、タクタクです。えー、それではね、くるズキきやっていきましょう。これね、な、なんだかんだ言って僕一週間、ぶりぐらいのプレイなんですよ。ちょっとい、いろいろ、バタバタ、しておりまして。<laughs> ちょっと、忘れてるとこがあったら申し訳ない。確か、あれだよね。えー、っと、ミツルの傘かなみつるの傘を、はいはいはい。手に入れて、あれだ。 公平が戻ってこないみたいな。公平だっけそんな感じだよね。まちょっと色々探索しましょうか。めぼしいところ。なんかあれだよね。幽霊みたいのを見てどっか行っちゃったんだよ、確か。ここも関係ないのかなこういうところはね。まあ一回なんか使ったような部屋は、関係ない可能性が高いけど一応見てこう。ふんうん。ないな。 なんか持ってたっけ月の鍵か。月の鍵結局最初から手に持ってたけど。手に持ってたっていうか手に入れてたけど。全然使わない。こっちははぁはぁはぁ。こっち行けるんだったっけあ、行けないのか。こっちではないな。じゃあなあ。こっちか。上はあ、なんかあれ お、ハヤトへ。しん。ほんと残念だな。とりあえず、俺も鍵を探してみるわ。え何が残念何が <laughs> そっちは、今日うん、西館。西、上はいけんのあ、上いけんだ。お、甲冑 立派な西洋の甲冑が置かれている。作りはかなり頑丈そうだ。シルバーチャリオットですね。え、なんか目がついているように見えるよ、く見たら。気のせいか。ここはなん部屋ああ、ちょっと入、はい、っちゃった。何な,な,な,ない。女子寮あ寮か。女子寮系。<laughs> どうなっているのか。何これ。ああ、あれだなんか棒、防火壁みたいなやつ 望遠って書いてるよ。右4。左に2回。回すと、うん。望遠と書かれた謎の仕掛けがあり、中央に四角穴が開いてる。ここになんかクランク的なものを刺して、右に何回、左に何回、回すとここの壁が、開くとか開かないとかなんじゃないかな。鍵がかかっている。うわ、な、なんだ、あなんだ。キシキシ言ってるよ。あ、キシムのかびっくりした。なになになに入れないようだ。 ここれ気になるよね。大きな木の板が立てかけられている。ここなんできしむんだろう。ここ怪しいぞ。きしむ床。なんかあるぞ。絶対なんかある。あ、入れる。小兵いないね。え小兵いないね。 以上です。うーん。ここ怪しいな。んあ、プレートが下がってんだ。コヘいないねーお、あええええ,えちょっと待って。いた。けどなんか血が出てるような。ねえ、コヘいたう、うわなんで コウヘイ、これ何の銃弾起きなよ。さっさと起きろって今の叫び声、なっ、のコウヘイが、さ、さっきから、柄にもなくふざけてるんだよ。ほら、みんなもなんか、言ってやってよ。早やと。ほら、コウヘイ、いい加減に起きろってつまんないからさ。はやとし、あ、あ、だって。とにかく一旦ここから出よう。こんな場所じゃ。 殺されてたってこと早くも。明らかに事故じゃない。それになんで二階に、僕も早くも公平を見かけてないぞ。それでも公平が二階に行った可能性はあるんだ、あるんだろう。あいつなんか様子が変だったし、それにしてもなんであんなレイ。え幽霊だよ。ここ呪われてるんでしょ勝手に入った僕たちを全員殺そうとしているんだ。だから、ここに閉じ込められてるんだよ。 は幽霊ってお前。じゃあなんで公平が、なんでどこからも外に出られないの知らねえよ。変な仕掛けが多いんだ。もしかしたら俺たち以外に誰か潜んでるかもしれねえだろう。幽霊なんているわけねえだろう仮に隼人の言う通りだったとして、幽霊相手にどうすればいいのそ、それは、で、でも僕が来たいって言わなければ。とりあえず、今はこの屋敷から出ることが最優先だよ。早く警察に連絡しないと。 だったら、探索を続けた方がいいんじゃないか。危険なのは分かってるけど、ここにいても何も解決しないし、同意見だね。悪いけど今は一人になりたい。勝手に行動させてもらうからな。死亡フラグ、死亡フラグだよ、それ。大丈夫死亡フラグかもしくは、みたいな。何かあったら情報共有はしてね。あと、21時までにはロビーに集合。忘れないでよ。あ。二人も分かった。早く大丈夫。僕も一人で行く。 じゃあ僕も。みんなバラバラじゃん。みんな。大丈夫こんなん鉄則っすよ。誰か一人やられたら、バラバラにならないなんていうのはサスペンスの鉄則だよ。<laughs> サスペンスの鉄則というか、なんだろう。もう、あれだよ。こうバラバラになると、もう、誰か一人ずつ死んでく。間違いなく。<laughs> さあ、どうしよう。 月の鍵の使い道がわからんな。一回来たとこだけど、この辺は。こっちは何もなさそうだな、でもな。現場検証しにでも行ってみるかい。ここたりたいんだよな。あの板使えるんじゃないかな。うん、ここは何もなさそうだな。まあ、公平のとこに行ってみるか。もしかしたら死体がないとかね。待っって <laughs> なんか前通ったよね、今ね。ファッテーって言っちゃったけど、これなんだろう。お、たそがれという、あれ、ちょっと待って。うん。聖母マリアの絵が描かれている宗教画ってやつだ。こっちは。えー、古月でいいんですかね。鍵がかかっているようだ。あれさっき、あ、こっちから来たの。 ああ、ここが毎、毎回うるさいな、これここは、結局入ると、あ、残るよ。三角形の石、あ、これ暖炉に入れるに、うわ、ちょっと待って、ちょっと待って。質の良さそうなコートなどがある。この部屋の、主は女性だったようだ。え、なにこれ大丈夫黒いシミが飛び散っている。ここで女性殺されたんじゃねえのすごいね、でも。 おっと、おっとマンかなこれは。おっとマンあって、椅子があって。あ、これあれだね。でもね、書斎みたいな感じではない。どちらかというと。こっち向きだけど、おっとマン側に椅子が向いてたかもしれないし。まあ、わかりませんけど。うん。かいかかっている。ここか。あ、なんか魔法陣みたいなのあるよ。 魔法人ぐる、うん、なんだこれ。木箱の中には、えー、針やトン、あ、釘かな釘やトンカチなど <laughs>、いろんな工具が入っている <laughs>。そこそこ重い。押せないのかな押せないのか。あの魔法人気になるけど、枕カバーやカーテンがきれいに畳まり収納されている。すごいなアンティークというか、単に古いものなのか。 うわ、なんだ。防災開閉。防災壁だと思うよ。開閉方法みたいな。1、必ず専用の取っ手を使用すること。閉鎖する場合は、を北向きに、と。3、何に解開放する場合は取っ手を、に刺すこと、うん。4、線が結ぶ回数通りに作動させること。5、 緊急時以外の使用を禁ず。緊急時以外の使用を禁じているって言ってますけど、中には炭が入っている。もうすでに降りてる状態、降れてる状態だよね。コンパスや、えー、鉛筆など今では使われている文房が保管されている。この頃から日本でも使われ始めていたんだろうか。年代物なのかな。まあ、ここあれだったら学生寮みたいな感じだったからね。 いるな、公平。殺されてんのかな殺されてんだよね、やっぱりね。あ、なんかこういうタイプの、俺ね、こういうのちょっと一回見てみたいんだよね、ほんと、リアルに。<laughs> あのー、いいくないこのなんか下にあって。和風ベッドみたいな。昔の筆記用具。ふんふんふん。 手紙と一緒にかんざしや手鏡など入れられている。仕送りされたもののようだ。うーん。こっちは。影がかかっている。影がかかっている。おいけるよ。あ、これがあれか。あっちとこっちを行きするとこかな。ここは何部屋お見影家。見影家。ボタンの模様が描かれた扉だ。影がかかっている。これ壺の中とかは、あ,あ。 関係ないかこっち行ってみよう誰とも会わないってのもすごいけどねこんだけ動き回ってるあいたこれ誰だっけああ今日やかあ,あ少し疲れるねなんでこんな面倒な構造にしてんだがでもお前ここ初めてじゃないんだろうまあねでもさすがにこんな変な構造だなんて知らなかったよ何しに来たんだよこんなところに 一人になりたい時なんかにはちょうどよかったんだよ。あの人がいる間は僕にとって家も学校もストレスしかないからね。あの人、父親のことだよ。社会的地位ばかり気にして息子には興味ないくせに問題を起こさせる、させ、起こされると迷惑だからって学校にもいろいろと手を回しているんだって。そういえばお前の母親も似たようなもんだったね。どういう意味だよ。中学の時はお前にべったいで、 些細なことでクレームつけに来てたじゃないか部活どころか修学旅行にも行かせてもらえなかったしまともな学校生活には見えなかったけどね仕方ないだろう元から精神的に弱い人だから俺が支えてあげなきゃいけないんだよへえ、しっかりしてるね別に結局は入院してるんだ俺は何もできないできてないああなるほどこんな時に無駄話し,しすぎだねじゃあ僕は 他のところを調べてくるそういうい事情があったんだなるほどねだから病院に行くとかっていうことだったんだよ今日やどっか行った男性用の、えー、衣服がしまわれている書きかけの文お薬学書の他に木の実のようなものが丁寧に小分けされて保管されている 漢方ってやつか。ああ、これ、や、なんだっけ、薬ダンスみたいなやつ、たまに、時代劇とかに出てくるよね。俺、これ昔さ、ずっとさ、階段なのかなって思う。階段と、あのー、なに、その棚を、スペースをこう、効率よく使う何かなのかなって思ってたけど、こういうやつが、なんか、あれらしいね。わ <laughs> かんない、ごめん。わ <laughs> かんないです。この上に乗るわけではないんでしょう。うごめん。わかんないんだ。<laughs> すみません。で、ここは入れないか。ほうほうほう。こっちはいかないか。おあ、いたはやと。女の子の部屋かなでもこだん、こあれこっちが男性寮なんじゃない違うのかあお前、本当に一人で大丈夫か無理しないで、しんとか、きょうやと一緒に。嫌だびっくりした 今は一人の方が気が楽なんだ分かった神崎は僕のこと怒ってないのえだって僕がこんなところに行きたいって言い出したからきっかけを作ったっていうかきっかけはどうであれ屋敷に入ったのは俺の判断なんだからカイドウは関係ないよ関係ない僕は悪くないだったら公平。カイドウコウヘイって本当に助からないかな は早く病院に連れて行けば助かったりしないかな実はまだ大丈夫で公平が助かって。そうなれば僕のせいじゃなくなる他のところ行ってくる。早くここから出ないと。ね。カイド。気にやみすぎだよ。昔の裁縫箱だ。色とりどりの糸が今も綺麗な状態に残っている。これで縫うとかじゃないだろうな、まさか。 男物の衣装の他にフリルのついた可愛らしいハンカチのが隠されている。ここだってダンス資料だよね。そういう感じのこと英語の本。中の挿絵からして童話などの小説だろう。今日のぬいぐるみで昔、首のリボンも綺麗に結んである。フランス人形と日本人形が並んでいる。これはさすがに怖い。これ怖いよね。リアルな人形って怖いんだよな。夜見ると。夜見なくても怖いかもしれないけど。 うん。もう一人いるよね。うわ何<に>えなんかいたい今。英語のレポート2を入手した。これじゃあ翻訳してもらおうか。なんか、金庫的な。金庫は札のようなもので、えー、封がされている。えー、鍵はかかっていないのになぜか開けられない。少し机の上が荒れている。なんか調べ物をしていたようだ。うん。チェスとかあるね。 これなんだろう麻雀牌違うオットマンかわ <laughs> かんない <laughs> さ。さもうすぐで調べ終わるぜ。ダメか。これが反対側か。<laughs> これの開閉する何かレバー的なものがないやっぱ男子料だよね。でもなんか女性的なものがいっぱいあったな。女性的っていう決めつけもよくないけどさ。 人形だけがそれを思わせているだけかもしれないし。えっ、ー、と、今できそうなとこは、下だな、今度は。英語のレポートを、えー、共有のとこに置いて、共有のとこに英語のレポートを、あ、違うか。はい、挟んでおいて、あなんか、今日やレポートに。また出てきた、頼む。これお願いして、あとはこれなんか暖炉みたいな、どこだったっけな 暖炉みたいなところになんか多分はめればいいんじゃないかなこの三角形の石を多分そういうことなんだと思う。といったところで本日は一旦この辺で終わりたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。ではまた